ゆかり姉ちゃん、太陽光発電機を作って工業を始めますよ。おお、やっと工業ですか。まずはじめにガラスを10スタック作っておきました。いかんせんソーラーですからね、ガラスの消費はえげつないでしょうね。それでは今回はソーラーフラックスリボーンの太陽光発電機を作ります。まずミラーを作ります。この時点でガラスが地味に鉄インゴットも多く要求されるんです。そしてソーラーパネルその1を作りました。コストは安いですが、発電量が 1RF パーチックです。これじゃ扱い物にはなりませんね。ですのでこれを圧縮していきます。まずは8倍に圧縮、ソーラーパネルその2を作りました。8倍圧縮なので 8RF パーチックの発電量になります。そしてさらにフォトボルタイックセル1を作って、ソーラーパネルその3を作りました。さらに4倍に圧縮したので 32RF パーチックの発電量になります。しかも2個クラフトできるから実質的には2倍お得ですね。これがとてもありがたいのです。いきなり 64RF パーチックの電力が確保できました。かまどや粉砕機など基本装置を動かすのに必要な電力は10とか20なので、序盤では十分な電力です。よし、まずは鉱石媒化やりましょう。普段はメカニズムの濃縮チャンバーを使いますが、今回は気分を変えてサーマルエキスパンションの粉砕機を作りました。なぜメカニズムの方ではなくこっちを。本当に気分です。意味はないです。あ、はい。粉砕機、工業界隈ではもはや当たり前の装置ですね。ここに鉱石を入れると粉砕して2個の粉ができます。副産物として他の鉱石の粉なども出てきます。粉を精錬するとインゴットになるので、これで1つの鉱石から2つのインゴットができるわけですね。大量に鉱石を消費する工業世界では必須と言ってもいいでしょうね。でもちょっとスピードがネックですね。これでは掘ってきた鉱石を粉砕しきるまでに数十分かかりそうです。そうですね、電力が心配ですが、スピードを上げましょうか。まずは銅と鈴の粉を混ぜてブロンズの粉にします。粉の状態なら混ぜて合金にすることができます。さらに鉄とニッケルの粉も混ぜてインバーの粉に。あとはこれらの金属を素材にハーデンドアップグレードキットを作りました。これが装置のアップグレード？私の知ってるアップグレード方法と違いますね。昔はもっと手のかかる感じでしたが、今はワンクリックでアップグレードができるようになったんです。はい、便利になったんですね。アップグレードをすると電力消費が増える代わりに処理速度が上がります。アップグレードには4段階あります。そして装置のアップグレード以外にも処理速度を変える方法があるのです。ということでオーグメントというアイテムを作りました。ああ、これは昔からある。これもワンクリックでセットできます。これをセットすることで消費電力はさらに上がり、稼働速度もさらに上がります。電力大丈夫かな。 60RF パーチックなので足りていますよ。もう他の装置動かせないじゃん。近いうちに新しい発電機作りますから。粉砕を早くしたのですが、今度は精錬がネックになっちゃいました。かまどはアップグレードできませんな。ですので新しいかまど装置を作ります。こちらもサーマルエキスパンションレッドストーンかまどです。要はただの電気で動くかまどです。せやな。こちらも粉砕機と同じでデフォルトでの消費電力は 20RF パーチック。アップグレードとオーグメントを積むと 60RF パーチックになります。粉砕機と同時稼働させたらもう全然足りませんね。まあ連続稼働させるわけではないですし、発電機自体にある程度溜め込むことはできるので。ですが近いうち新たな発電機が必要になるのは明らかでしたので、発電量を上げます。今までの発電機を4台圧縮してソーラーパネルその4です。 128RF パーチックが2台。さすがにしばらくはこれで持つでしょ。少なくとも粉砕機と電気かまどはこれ1台で動かせますね。ということで鉱石の粉砕精錬を自動化。とてもコンパクトにラインが収まりました。確かにコンパクトですが、さてあと1台の発電機が自由になりましたね。これで他の装置を動かします。明かりなんで死んでしまうん。採掘場がスライムチャンクだったので。スライムにやられたのか。武器が途中で壊れたのです。ブランチマイニングをしているとダイヤ鉱石も結構見つかります。でもこれをそのまま採掘したくないのがクラフターの差がというもの。シルクタッチか。幸運で採掘したいですね。でもエンチャントをするだけの経験値が溜まっていません。さっき死んだからね。
ってことで、エンチャントを使わず、この鉱石をシルクタッチ回収します。え、どうやって？それは、サイを使った方法です。ダイヤ鉱石に CAD を向けて、ギリャー。は、え？今発動したスペルは、ブロックを砂のように落下させるスペルです。落下地点に松明を置いておけば、ブロックを壊さずに回収できるのです。わあ、すごい裏技だ。ダイヤ鉱石も粉砕機にかけると2倍になるので、ダイヤやエメラルドも楽々倍化です。そして、詳しい方なら気になるのが、これをラピス鉱石に使った場合。え、何か違うんですか？はい、この環境でも、ラピス鉱石はおかしくなります。なんだこれは？手に持ったら、面白いことになります。なんだこれは？両手持ちするとこんなことに。なんだこれは？どうして、ラピス鉱石だけおかしくなるんでしょうね。こんにちは、第二の説明担当、東北キリタンです。やっと、工業の波が立ち始めましたね。モッドパックでもないのに、パート3まで一切の工業が出てこないなんて。そんな工業動画、私は見たことありませんよ。え、ウプ主の初投稿動画？知らない、わからない、消し済みか何かだ。という話の流れになったので、ウプ主の初投稿シリーズをただいま見返しております。いや、編集は下手ですが、動画としては今より面白いですね。それと、あの頃はまだまだ勇敢だったんだな、って思います。廃校が生成される可能性があるワールドで遊ぶなんて、今じゃ考えられませんな。マイクラで長いこと遊んできましたが、遊べば遊ぶほど、ビビリの度合いが増してしまった気がします。実はマイクラを始めた当初は、洞窟探検どころか、スポナー制圧までできてたんですよ。廃校は当初から無理でしたけど、これもやはり、工業の味を知って、洞窟のないワールドでも生きていけるようになってしまったがゆえの変化なのでしょうか。まあ、相変わらずここのウプ主は、工業の味を先イカレベルに噛み締めて生きていきますけどね。さて、最後に告知でございます。来たる5月18日、今週の土曜日ですね。ボイスロイド巣窟祭、第1回同窓会というイベントに、ウプ主が参加します。巣窟祭とは、マインクラフトのボイスロイド実況者が集結するイベントで、これまで2回開催されました。その、過去の参加者たちが一堂に会して、戦いをするのが今回のイベントです。詳しくはブロマガまで、ウプ主の視点動画は、翌日の3時までに投稿する予定です。もちろん、午前3時です。さて、今回も広告、ありがとうございました。次回もまた、よろしくお願いします。また見てねー。